アニメ暦物語第8話だよ。暦マウンテンですか。オープニングテーマを歌ってらっしゃるこの方は私は存じ上げない方ですが、新キャラの方でしょうか。そうだね。厳密に言えば迷い姉さんが退場する前のエピソードである歌舞伎物語のアバンが初登場だからまるっきり知らないわけではないはずだよ。副音声で触れてない、うん、とするとスルーしたんじゃないでしょうか。さすがにオープニングソングまで歌われてしまうとスルーするわけにはいきませんけれど、歌舞伎物語の時とは違って終わり物語の上巻で結構しっかり活躍した後だしね。このキャラクターの場合活躍じゃなくて暗躍と言うべきかもしれないけれども、お名前は何でしたっけ。推しの扇、推しのめめのめいっ子という触れ込みで登場しているよ。はっはあ、あの方の。いえ、と言っても私推しのめめさんとも接点はないも同然なのですけれど、こよみサンドでもそういう話は出ていたよね。もっとも無縁というわけでもありませんが、私を迷い牛現象から解放してくださったのが推しのめめさんなのですから。その後のことを思うとそれで本当に良かったのかとも思うけれどね。ひょっとしたら鬼のお兄ちゃんと出会うことなく迷い牛として道に迷い続けていた方があなたは幸せだったのかもしれないよ。そんな幸せがありますか。勘弁してくださいよ。オープニング終了だよ。本編だよ。暦マウンテン北白蛇神社に向かう鬼のお兄ちゃんと推しの扇だね。このやりとりを見る限り荒木さんと扇さんはすっかり打ち解けてらっしゃるようですね。そうでもないはずなんだけれど、推しの扇は転校してきたばっかりのはずだよ。さっきの暦 T のエピソードの後終わり物語上巻の3つのエピソード、扇フォーミュラ、育ちリドル、育ちロストの3本を挟んでこの暦マウンテンにつながっているはず。はあ、転校してきたばっかりにしては扇さんは荒木さんに対してやけに親しげですね。詳しく紹介できるほど僕も推しの扇のことを知っているわけじゃないんだけれど、まあそういうキャラなんだと思っておいて、あんまり深入りしすぎるとドツボにはまる感じもあるので、少なくとも暦物語においては剣に回っておいた方が賢明だよ。まあ言及のしようもありませんけれどね。なんだか煙に巻くようなことばかりおっしゃってましたし。煙に巻くというより闇で包んでるような感じだったね。謎めいたことを言ったりいろいろとほのめかしたりするのは推しのめめさんのスタイルでもあったようですから、それはめいっこらしいといえばめいっこらしいということなのでしょうか。謎めき方が推しののお兄ちゃんと推しの扇とじゃ一致しないんだよね。まあ推しののお兄ちゃんの謎めき方もあれはあれでひどいものだけれど、傷物語を見て久々に嫌な気分になった。嫌な気分になったんですか。僕にしてみれば推しののお兄ちゃんは出生に関わる重要人物だから複雑な思いもあるんだよ。そうなのですか。無表情なので分かりづらいですが、推しの扇もこれはもう無表情みたいなものだよね。笑顔をずっと浮かべてはいるけれど何の感情も伝わってこないもの。そうですね。荒木さんはこんな方と二人きりで山登りなんてして怖くないんでしょうか。言葉を選ばずに言えば不気味の一言でしょう、この方。そうだね。荒木月日や大蔵育ちとは一味も二味も違った怖さがあるよ。言っていいのかどうかわからないですけれど制服の袖長すぎますよね。後ろで結べそうだよね。そうやって拘束衣みたいになるんじゃないのかな。ほら、仁王の宮泉みたいに。仁王の宮泉って言わないでください。そんな簡単に他のシリーズのキャラクターに触れないでください。あの人もほとんど化け物みたいなものだからいいような気もするけれど、もしも拘束衣であるのだとすればできれば拘束していただきたいものですけれど、こんな不気味な方。戦国なでこは迷い姉さんが席を外している間に落ちるところまで落ちたんだよね。そのあたりのいきさつも何だったら説明しようか。いえ、さすがに噂を聞いていますね。戦国さんの凋落については一時は神様にまでなったそうですが、神様になったのはこの暦マウンテンの後なんですよね。そう、この直後くらいかな。ほぼ同時進行と言ってもいいけれどね。ほら、暦マウンテンの解決戦で探偵役を戦国なでこが担っているじゃない。あれって実はおとり物語の真っ只中で
戦国なでこが鬼のお兄ちゃんに補導されて説教されているシーンの一幕だからね。そんなシーンだったんですか。のんきに謎を解いている場合じゃないでしょうに。そもそも戦国さんに探偵役ってなかなかの似合わなさですが。その後のことを思えば本当に謎を解いている場合じゃなかったんだよ。月日さんが戦国さんの前髪を切ったというのもその時の出来事なのですか。そう、あの夜荒木家に泊まった戦国なでこは翌朝荒木月日の毒牙にかかる。ハードですね、私のいない間に。そこへ行くと暦物語は本当平和なものです。まあこの暦マウンテンからは不穏な空気も漂いますが。暦マウンテン自体が不穏というより本編に不穏な空気が漂っていると言った方が正しいね。終わり物語でおいくら育ちや獅子類清志郎と揉めた後だけに鬼のお兄ちゃんも気持ちシリアスだし。確かに私と楽しく遊んでいる時の荒木さんとは雰囲気が違いますね。暦物語は鬼のお兄ちゃんの変遷を追う物語でもあるからね。6月くらいの鬼のお兄ちゃんは楽しそうだったよ。でも劇場版物語シリーズ傷物語における荒木さんはこの頃の荒木さんよりもシリアスっぽかったですよね。あの時は状況が違うもの。本人が本人の責任でピンチに陥っているわけだから。あの春休みがあるから高校3年生の1年間もあるわけだから切り離して考えることも難しいけれどね。要するに荒木さんの2学期以降が春休みに負けず劣らずハードだったわけですね。ゴールデンウィークもハードだったから6月から夏休みの終わりまでが相対的に穏やかだったという言い方をするのが正確かもしれない。それだってその間詐欺師と対立したり妹が殺されたりしてるからね。妹が殺され、おっと失言、聞き流して。およそ聞き捨てなりませんが。でも迷い姉さんが退場して以降は怪異現象に対する覚悟が変わったことは間違いないだろうね。ああ、そういえば知ってる、迷い姉さんが退場した鬼物語のそれこそ直後に終わり物語の中間があったんだよ。つまり鬼のお兄ちゃんにしてみればほぼ冷戦だったわけで、あの日を境に鬼のお兄ちゃんは意識が切り替わった部分も大きいだろうな。時期を同じくして羽川さんの人生にも大きな転機があったそうじゃないですか。うん、そう、猫物語しろ。みんなそうやって大人になっていくんですね。ちょっと切ないです。うん、あ、そっか、迷い姉さん迷い牛現象から解放されたとは言っても幽霊であることに違いはないから成長しないことには変わりはないわけだ。そう、永遠の小学5年生です。学校に通っているわけじゃないから小学5年生ではないだろうけれどね。永遠の10歳児か、8歳まで遡った吸血鬼キッショット、アセロラオリオン、ハートアンダーブレードは、けれどその年齢をやりようによってはコーディネートすることができるわけだけれど、幽霊である迷い姉さんや死体である僕には成長や発育という概念がないんだよね。仕方のないことではありますが。まあそんな僕たちを受け入れてくれる人もいるよ。鬼のお兄ちゃんとか。大問題でしょう、受け入れ方が。それに大人になることが、歓迎するところの成長や発育がいいことばかりとは限らないよ。戦国なでこのような例もある。成長した結果とんでもないことになっちゃったわけだから。それは成長とは違うものなのでは。恋物語では大人になるどころか性格的には対抗していた感じかな。あれはあれで可愛かったけれどね。髪の毛蛇になってたそうですが。物語シリーズのセカンドシーズン自体はヒロインの成長あるいはその後を描く物語で、戦国なでこの対抗も迷い姉さんの退場もその一環ではあった。小野の木さんの物語月物語というのはどういう意味合いがあったのですか。意味を問われると悩ましい。ファイナルシーズンの主軸は鬼のお兄ちゃんに移っているからね。僕には変化はないんだ。小野の清月はブレはするけれど変わらない。ブレはするけれど変わらないですか。そういうキャラクターがいてくれると物語が安定するという側面も少なからずあるんでしょうね。だから迷い姉さんの退場以降は僕の出番が増えたという見方もできるね。本編でも副音声でも。副音声でもですか。本編が込み入ってくると副音声を担当できるキャラクターというのもどうしても限られてくるから。まあなかなか自分がひどい目に遭うエピソードとかに落ち着いてコメントなんてできないでしょうからね。
ひどい目に遭うエピソードだったらともかく、ひどい目に遭わせるエピソードだったりもあるから、ニュートラルで両論兵器なコメントができるキャラクターはそうはいない。僕だって完全な中立とは言えないし、鬼のお兄ちゃんのやることを間違っても全肯定なんてできないもの。あららぎさん、私がいなくなって以降も無茶はし続けていたようですからね。無茶をし続けた挙句に私と再会したというような舞台裏がありそうです。うん、ガエンさんは平和主義の人だから、なかなかあんな風に相手を切り刻んだりはしないんだよ。あれはガエンさんはあそこまで追い詰めた鬼のお兄ちゃんが悪い。中立じゃないどころか完全に荒木さんに否定的なコメントを出しているじゃないですか。別に追い詰められている感なかったですよ、あの時のガエンさん。僕はガエンさんの支配下選手だからね。本編終了だよ。エンディングだよ。最後の方で仙石さんが結構意味深なことをおっしゃっていましたけれど、あれもまたおとり物語での出来事をほのめかしている感じだったのでしょうか。そうだね、シュシュがアップになってたりもしたしね。で、この暦マウンテンから暦トーラスの狭間で鬼のお兄ちゃんと仙石なで子が決裂する。決裂ですか、重い言葉ですね。これはこれで展開次第じゃ暦トーラス以降の物語はなかったかもしれない。そこを住んでのところで食い止めたのが戦場ヶ原さんなんでしたっけ。そう、決裂はしたけれど決着を先延ばしにした。やはりただ者ではありませんね、あの方。いえ、私はあの方から嫌われているので、それこそ迂闊なコメントはできないのですが。更生した後は別に嫌われていないんじゃない。迷い姉さんが嫌いというより、戦場ヶ原ひたぎは子供が嫌いだったんでしょう。そうでした、一人残らず死ねばいいのにって言っていました。今はきっと早く荒木くんとの子供が欲しいって言っているよ。高校生でそれを言っていたら超怖いでしょう。まあ次のお話ではドーナツを作っていたりするんだから、更生したことに間違いはないよ。でしたね。次は僕の好物であるアイスクリームを作ってほしいものだ。難易度上がってないですか。揚げ物じゃないだけドーナツよりは安全に作れる気もするけれど、どっちもどっちかなもあるので、少なくとも暦物語においては剣に回っておいた方が賢明だよ。まあ言及のしようもありませんけれどね。なんだか煙に巻くようなことばかりおっしゃってましたし。煙に巻くというより闇で包んでるような感じだったね。謎めいたことを言ったり、いろいろとほのめかしたりするのは推しのめめさんのスタイルでもあったようですから、それはめいっこらしいといえばめいっこらしいということなのでしょうか。謎めき方が推しののお兄ちゃんと推しの扇とじゃ一致しないんだよね。まあ推しののお兄ちゃんの謎めき方もあれはあれでひどいものだけれど、傷物語を見て久々に嫌な気分になった。嫌な気分になったんですか。僕にしてみれば推しののお兄ちゃんは出生に関わる重要人物だから、複雑な思いもあるんだよ。そうなのですか。無表情なので分かりづらいですが、推しの扇もこれはもう無表情みたいなものだよね。笑顔をずっと浮かべてはいるけれど、何の感情も伝わってこないもの。そうですね、荒木さんはこんな方と二人きりで山登りなんてして怖くないんでしょうか。言葉を選ばずに言えば不気味の一言でしょう、この方。そうだね、荒木月日や大倉育ちとは一味も二味も違った怖さがあるよ。言っていいのかどうかわからないですけれど、制服の袖長すぎますよね。後ろで結べそうだよね。そうやって拘束衣みたいになるんじゃないのかな。ほら、仁王の宮イズムみたいに。仁王の宮イズムって言わないでください。そんな簡単に他のシリーズのキャラクターに触れないでください。あの人もほとんど化け物みたいなものだからいいような気もするけれど、もしも拘束衣であるのだとすれば、できれば拘束していただきたいものですけれど、こんな不気味な方。戦国なで子は迷い姉さんが席を外している間に落ちるところまで落ちたんだよね。そのあたりの経緯も何だったら説明しようか。いえ、さすがに噂を聞いていますね。戦国さんの凋落については、一時は神様にまでなったそうですが、神様になったのはこの暦マウンテンの後なんですよね。そう、この直後くらいかな。ほぼ同時進行と言ってもいいけれどね。ほら、暦マウンテンの解決編で探偵役を戦国なで子が担っているじゃない。あれって実はおとり物語の真っ只中で、
戦国なでこが鬼のお兄ちゃんに補導されて説教されているシーンの一幕だからね。そんなシーンだったんですか。のんきに謎を解いている場合じゃないでしょうに。そもそも戦国さんに探偵役ってなかなかの似合わなさですが。その後のことを思えば本当に謎を解いている場合じゃなかったんだよ。月日さんが戦国さんの前髪を切ったというのもその時の出来事なのですか。そう、あの夜荒木家に泊まった戦国なでこは翌朝荒木月日の毒鬼のお兄ちゃんに補導されて説教されているシーンの一幕だからね。そんなシーンだったんですか。のんきに謎を解いている場合じゃないでしょうに。そもそも戦国さんに探偵役ってなかなかの似合わなさですが。その後のことを思えば本当に謎を解いている場合じゃなかったんだよ。月日さんが戦国さんの前髪を切ったというのもその時の出来事なのですか。そう、あの夜荒木家に泊まった戦国なでこは翌朝荒木月日の毒牙にかかる。ハードですね、私のいない間に。そこへ行くと暦物語は本当平和なものです。まあこの暦マウンテンからは不穏な空気も漂いますが。暦マウンテン自体が不穏というより本編に不穏な空気が漂っていると言った方が正しいね。終わり物語で老倉育ちや獅子類清志郎と揉めた後だけに鬼のお兄ちゃんも気持ちシリアスだし。確かに私と楽しく遊んでいる時の荒木さんとは雰囲気が違いますね。暦物語は鬼のお兄ちゃんの変遷を追う物語でもあるからね。6月くらいの鬼のお兄ちゃんは楽しそうだったよ。でも劇場版物語シリーズ傷物語における荒木さんはこの頃の荒木さんよりもシリアスっぽかったですよね。あの時は状況が違うもの。本人が本人の責任でピンチに陥っているわけだから。あの春休みがあるから高校3年生の1年間もあるわけだから切り離して考えることも難しいけれどね。要するに荒木さんの2学期以降が春休みに負けず劣らずハードだったわけですね。ゴールデンウィークもハードだったから6月から夏休みの終わりまでが相対的に穏やかだったという言い方をするのが正確かもしれない。それだってその間詐欺師と対立したり妹が殺されたりしてるからね。妹が殺され、おっと失言、聞き流して。およそ聞き捨てなりませんが。でも迷い姉さんが退場して以降は怪異現象に対する覚悟が変わったことは間違いないだろうね。ああ、そういえば知ってる、迷い姉さんが退場した鬼物語のそれこそ直後に終わり物語の中間があったんだよ。つまり鬼のお兄ちゃんにしてみればほぼ冷戦だったわけで、あの日を境に鬼のお兄ちゃんは意識が切り替わった部分も大きいだろうな。時期を同じくして羽川さんの人生にも大きな転機があったそうじゃないですか。うん、そう、猫物語しろ。みんなそうやって大人になっていくんですね。ちょっと切ないです。うん、あ、そっか、迷い姉さん迷い牛現象から解放されたとは言っても幽霊であることに違いはないから成長しないことには変わりはないわけだ。そう、永遠の小学5年生です。学校に通っているわけじゃないから小学5年生ではないだろうけれどね。いくがいいことばかりとは限らないよ。戦国なでこのような例もある。成長した結果とんでもないことになっちゃったわけだから。それは成長とは違うものなのでは。恋物語では大人になるどころか性格的には対抗していた感じかな。あれはあれで可愛かったけれどね。髪の毛蛇になってたそうですが。物語シリーズのセカンドシーズン自体はヒロインの成長あるいはその後を描く物語で、戦国なでこの対抗も迷い姉さんの退場もその一環ではあった。小野の木さんの物語月物語というのはどういう意味合いがあったのですか。意味を問われると悩ましい。ファイナルシーズンの主軸は鬼のお兄ちゃんに移っているからね。僕には変化はないんだ。小野の清月はブレはするけれど変わらない。ブレはするけれど変わらないですか。そういうキャラクターがいてくれると物語が安定するという側面も少なからずあるんでしょうね。だから迷い姉さんの退場以降は僕の出番が増えたという見方もできるね。本編でも副音声でも。副音声でもですか。本編が込み入ってくると副音声を担当できるキャラクターというのもどうしても限られてくるから。まあなかなか自分がひどい目に遭うエピソードとかに落ち着いてコメントなんてできないでしょうからね。ひどい目に遭うエピソードだったらともかく、ひどい目に合わせるエピソードだったりもあるから。
ニュートラルで両論兵器なコメントができるキャラクターはそうはいない。僕だって完全な中立とは言えないし、鬼のお兄ちゃんのやることを間違っても全肯定なんてできないもの。荒良木さん、私がいなくなって以降も無茶はし続けていたようですからね。無茶をし続けた挙句に私と再会したというような舞台裏がありそうです。うん、ガエンさんは平和主義の人だから、なかなかあんな風に相手を切り刻んだりはしないんだよ。あれはガエンさんをあそこまで追い詰めた鬼のお兄ちゃんが悪い。中立じゃないどころか完全に荒良木さんに否定的なコメントを出しているじゃないですか。別に追い詰められている感なかったですよ、あの時のガエンさん。僕はガエンさんの支配下選手だからね。本編終了だよ。エンディングだよ。最後の方で千石さんが結構意味深なことをおっしゃっていましたけれど、あれもまたおとり物語での出来事をほのめかしている感じだったのでしょうか。そうだね、シュシュがアップになってたりもしたしね。で、この暦マウンテンから暦トーラスの狭間で鬼のお兄ちゃんと千石なでこが決裂する。決裂ですか、重い言葉ですね。これはこれで展開次第じゃ暦トーラス以降の物語はなかったかもしれない。そこを住んでのところで食い止めたのが戦場ヶ原さんなんでしたっけ。そう、決裂はしたけれど決着を先延ばしにした。やはり